半蔵門駅は東京都千代田区麹町一丁目にある東京地下鉄半蔵門線の駅である。駅番号は Z05。半蔵門線で他線との連絡のない駅は当駅のみである。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。コンコース及び改札街は地下2階、ホーム階が地下3階にそれぞれ位置し、エレベーターエースカレーターが設置されている。 改札口は3カ所あり、うち1カ所はエレベーター利用の際の専用改札となっている。ホームの駅名看板周りには国立劇場の定式幕をイメージした緑色、柿渋色、黒色のデザインパネルを配置している。半蔵門方面改札の改札内には歌舞伎の鏡四種壁ガレリーフを、改札外には半蔵門付近の地上風景をイメージした壁ガレリーフを配置した。 1989年1月26日に3、越前駅まで延伸される以前は、終着駅であったことから、9段、下駅側に引き上げ線が設置されている。延伸後も朝ラッシュ時に、渋谷駅方面からの列車の一本が当駅で、折り返す。また、夜間にも引き上げ線に留置される車両がある。発車メロディ2018年9月13日に、 従来のブザーに代わり発射メロディが導入された。国立劇場の最寄り駅であることにちなみ、1番線では、歌舞伎のクロミス音楽の点筒、2番線では、人形浄瑠璃文楽の樹式三番奏をアレンジしたものを使用している。メロディはいずれもスイッチの制作で、編曲は福島直也が手掛けた。日本芸術文化振興会の監修により、 和楽器音源とシンセサイザー音をミックスしたメロディが制作されている。2020年度の1日平均乗降人員は54,757万4人であり、東京メトロ全130駅中52位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。都営バスの最寄りバス停留所は、新宿通りにある、半蔵門となる。以下の路線バスが乗り入れ、 東京都交通局により運行されている。4番出口付近に、千代田区地域福祉交通課座車の自労力工事町、入口停留所がある。ありがとうございます。